風雲のぼり竜天竜にとりまして、いよいよ念願のシングルのベルトを狙う絶好のチャンスを迎えました。挑戦者天竜が入ってまいります。この右九州ヘビー級王座だけは喉から手が出るほど欲しいベルトであります。チャンピオンのケリーを破って王座奪取を図り、次期シリーズ来日の NWA 杯ヘビー級チャンピオンリック・フレアーに一気に挑戦したいところ。2年前の10月9日この場所も同じ宮城県スポーツセンターで NWA 世界初挑戦チャンピオンのリック・フレアーからブレンバスターで一本を取った思い出の体育館、今天竜が入ってまいりました。レスラー生活のターニングポイントとなるでしょうか。仙台決戦であります。初来日ですが大変な人気を呼んでいます。ヤングのハートを虜にするナウイアメリカン、タイガークローを引っ提げて堂々の初来日であります。ケリー・ファン・エリック、偉大な父鉄の爪フリッツ・フォン・エリックの三男、もう世界チャンピオンは約束されていると言ってもいいでしょう。素晴らしい肉体スピード、プロレスのニューウェーブの代表者と言っていいでしょう。ケリー・ファン・エリックであります。三井州ヘビー級の選手権は日本での初めての防衛戦は鶴岡で4月4日石川隆が挑戦してまいりましたが、13分41秒タイガークローからタイガタまで破っておりますケリー・フォン・エリックであります。タイトルマッチに先駆けまして日本テレビから両選手並びにレフリーに花束が贈られました。ケリー・フォン・エリックが日本のお嬢さんにキスをお返しいたしました。リング上では宮城テレビ放送布川隆夫常務取締役よりタイトルマッチ宣言が行われました。さあケリー・フォン・エリックの胴に巻かれている水流州ヘビー級チャンピオンの証、そのベルトを今宮城テレビの布川常務に返します。このベルトは一旦本部席に預けられます。チャレンジャーの天竜がじーっと視線をベルトに合わせました。念願のシングルのベルトを手にすることができるかチャレンジャーの天竜であります。さあ中田リングアナウンサーが両選手を紹介いたします。てください、必ずベルトはもらったと宣言いたしましたチャレンジャーの天竜であります。初来日偉大な父フリッツ・フォン・エリックの三男坊タイガークローが爆発か、水牛州ヘビー級の王者ケリー・フォン・エリックであります。初来日チャンピオンのケリー・フォン・エリックは1960年2月3日生まれ23歳であります。素晴らしい肉体をまずご覧ください。先週の放送ではベテランのマイキー・井上との対戦、初来日ということでちょっと緊張した表情もあったんですが、豪快なタイガークローを決めて難なく勝利を握り、また4月4日鶴岡では石川がチャレンジしてまいりましたが王座防衛に成功しています。佐藤さん、初来日の若きチャンピオンケリー・フォン・エリックなかなか無難に日本でのスケジュールを消化、今非常に乗っているようですね。そうですね、まあ、初来日なんですけどね、一日一日力を出してきている感じですね。チャレンジャーの天竜どうですか、今日は翔さんの方は。そうですね、まあ、天竜としてはですねレスラーでは先輩なんですよ、ですからねかなり内心狙ってるんじゃないかと思いますけど。さあ注目しましょう、水流州ヘビー級の選手権試合60分の一本勝負で今試合が始まりました。田澤さん、はいはい、まあ、田澤さんはですね非常に筋肉に詳しいわけなんですが、はい、このケリー・フォン・エリックの筋肉
鍛え上げられた筋肉見てどうですか。いやー、つくづくとね、惚れ惚れとしますよ。単にビルドアップした筋肉と違いましてね、鍛え抜いたね、格闘技に向くね、フレキシブルな非常にあの機能性の高い筋肉ですね。おっと、早くもお父さん譲りの苦労攻撃を見せようというんでしょうか。逃れました天竜であります。宮城県体育館、宮城県スポーツセンター、天竜コールが行われておりました。あのね、タイガークローのようなあのクローっていうのはね、非常にあの握力の強い人でなきゃあらいかんですわね。これだけの筋肉じゃダメですね。ケリー・フォン・エリックをご紹介いたします。188センチ116キロ。ちょっと田澤さん注目してもらいたいのはですね、胸囲が128センチ、ウエスト84センチ、腰の周りが106センチ、太もも69センチ、それからですね、上腕が47センチ、首の周りが48センチ、そして一番注目される手のひらスパンの大きさですが24センチ。あ、大したもんだな。それだけのスパンがあればね、それで腕の47もですね、贅肉のないあの鍛え抜いた筋肉の47ですからね、これは下手な60ぐらいの、あの筋肉ですね。佐藤さん、素晴らしい素質を持った選手ですね。そうですね、あの彼はですね、高校の時にですね、ジュニアワールドレコードって円盤投げ の、 あの世界記録を作ったことあるんですか。はい、私もですね、あの取材に行った時にケリーから直に聞いたんですが、まあ高校生の世界記録を円盤投げで出したわけですからね。そうですね、まあ、あのモスクワオリンピックの期待の星だったんですけれども、アメリカはモスクワオリンピック参加いたしませんでした。そして次期ロサンゼルスオリンピックに期待がかかったんですが、お父さんの、まあ、言うことを守り、また自分もどうしてもプロレスの世界でやりたいということでオリンピックを諦めてプロレスの道に入ってきたんですが、佐藤さん、やはりオリンピック以上の働きをしていますね。そうですね、やっぱりプロとアマの違いですかね。このね、円盤投げってのは同じ投擲でもね、非常にバランス感覚がなくていかんですよね。まあ、私ですね、手のひらをこのケリーと比べてきたんですけれども、この指がですね、まあ、それぞれ太いのは分かるんですが、節々がもう本当にこうがっちりしてるんですよね。バックに回りました天竜であります。天竜も念願のシングルのベルトがかかっています。元老院2年前、昭和56年の10月9日、あの NWA スカイヘビー級に初挑戦、チャンピオンのリック・フレアがブレンバスターで一本を取った思い出のリング上であります。まあ、そういった意味では佐藤さん、そろそろ天竜もシングルのベルト巻いてもいいですよね。そうですね、天竜選手はですね、このグランドチャンピオンカーニバルの前にですね、今年は絶対にベルトを取るという宣言をしたんですよ。だからかなりですね、それとですね、このミズオリーステイツ の、 あのチャンピオンというのはですね、無条件で要するにセントルイスでですね、チャンピオンの NWA のチャンピオンに挑戦する権利が与えられるんですよ。なるほどね、まあ、あの NWA のいわゆる組織の条例でしょうか、まあ、こういった一文があるんですけれども、文句なく NWA 世界選手権のトップコンテンダーにランクされるのがこのミニ重量ヘビー級の王者であるという、こういうことですよね。そうなんです、まあ、この王座はですね、1972年に初代のチャンピオンがハーリーレース、その後テリーファンク、ジン・キニスキー、おっとリング上ショートレッドのピックチャンピオンテリーであります。それからドリー・ファンクジュニア、ジャック・ブリスコといった、まあ、NWA スカイチャンピオンになった人たちがやはりこのベルトを胴に巻いてますね。そうですね、まだ序盤戦であります。ミズリー州ヘビー級の選手権試合、天竜がさあフライトのヘッドスターズ、それから佐藤さん、はい、この偉大なお父さんを父に持ちました、あの鉄の爪のフリッツ・フォン・エリックがお父さんなわけでありますけれども、この鉄の爪フリッツ・フォン・エリックは現在テキサスの帝王というふうに言われてますね。そうですね、ですね、自分2月にですね、はい、あのダラス行きましてですね、はい、その時にフリッツ・フォン・エリックの家に行ったわけですよ。そうしたらですね、大きなジムがありましてですね、はい、それからあの庭が広いんですよ。とにかくね、いつでも自分の子供たちがですね、走ってトレーニングできるようにとマットを置いてありましてですね、それからバーベル、ダンベル、あらゆるですね、要するに機械が置いてあるわけですよ。だからケリーなんかそこで1日3時間から4時間稽古をやるらしいですよ。あ、まあ、あのテキサスの本拠地ダラスでありますけれども、ダラスのマット界も素晴らしいビッグイベントが行われているようですね。そうですね、あの
いろんなところからですね、もちろん NWA のリック・フレアをはじめとしてですね、いろんなタップレスラーがビッグショーにですね、どんどん入ってきますね、あそこは。はい、まあ、このリング上のケリー・コン・エリックは偉大な父親を表しまして、まあ、お父さんは馬場とよくいい試合を戦った、それは覚えていると。お父さんはいつも試合をやる前にチャレンジャー精神で頑張っている、その精神を僕は見習いたいというふうに謙虚に語っていました。表情が映りました。これがケリー・コン・エリック23歳。風間さん、はい、まあ、プロレスにですね、はい、新しい時代が来るとしたらこのニューウェーブの波なんでありますけれども、やはりリング上のケリー・コン・エリック、あるいは天竜に一つ頑張ってもらいたいですよね。このね、あのケリーっていうのは大したもんですね。これはもう本当の、あ、取れた、これが出ました。お父さん譲りのタイガー・クローであります。佐藤さん、タイガー・クローと言われているようですね。そうです、アイオブザタイガーっていうですね、彼のテーマソングなんですよ。と今取れました、今取れました。いわゆるこの虎の爪ということですね。そうなんですよね。あ、しかし今天竜が逃れるのは、うまく逃れました。短時間で逃れました。まあ、初来日のマットでですね、佐藤さん、はい、井上選手がこの黒でやられましたよ ね、 そうですね。なんかガーンとして何も覚えてないというふうに言ってました。あのですね、お父さんが言ってましたですけどね、今一番俺のですね苦労を受け継いでくれるのはケリーだろうって言ってました。あ、それで今一番ですね、親が期待してなおかつ応援しているのはケリーなんです。なるほどね。この鉄の爪フリッツ・オン・エリックは5人の男の子がいます。一番上のお兄さんがケビン、そしてデビッド、3番目がケリー、4番目がマイク、現在19歳でプロレスラーの練習生であります。そして5番目がクリス、14歳、3年後にはプロになると言っています。5人とも男の子、そして上の3人がプロとしてデビュー。3番目のリング上のケリーが一番お父さんの評価が高いということですね。そういうことですよ。佐藤さんから見てお父さんが評価するいいところってどんなところですか。そうですね、上のですね2人はですね、ケビン、デイビッドのはですね、少し計算して試合やるんですよね、でもこれはですね、このケリーは若さに任せてガンガン行くんですよ。やっぱその辺がやっぱりフリッツ・ボン・エリックにしてみたら頼もしいところなんじゃないですか。なるほどね。風間さん、はい、やっぱりそういったところがこのハートをつかむ、私は惚れ惚れするのはこの筋肉ですね。この人の天竜が大技を出してまいりました。カーズアックからカーズ落とし、そしてケリーが今度は逆襲に出ます。これだけの筋肉はちょっとないですよ。さあもう一回いくか、虎の爪、虎の爪、天竜ががっちりとカバーさせません、させません。天竜も必死のディフェンス、大きな腕で天竜うまい、タイガークローに行こうというチャンピオンのケリー・コン・エリックであります。ケリー選手、やっぱりこれだけは気をつけなきゃいけませんね。この技だけは要注意であります。この技だけは要注意。天竜うまいですよ。さあ両手でケリーのクロー攻撃を防いでいる天竜であります。うまい、サイドスープレックス、サイドスープレックスであります。天竜が逆襲に出ることができるかどうか。サイドスープレックスで難を逃れました天竜。さあトーキック、そしてボディースラム、バックに回った、スリーパースリーパースリーパー、天竜のスリーパー。佐藤さん、はい、天竜が非常に冷静に試合を進めてますね。そうですね、2年前同じ会場でですね、フェアに挑戦した時から見たら、はい、かなり冷静に試合運んでますね。はい、今日も控え室でですね、要注意するのはタイガークロー、突破的に出てくるあのクロー攻撃をまず注意。今のところは佐藤さん作戦通り行ってますよね。そうですね、このままやっぱり落ち着いてですね、冷静に判断してですね、一発狙ってほしいですね。そういえば佐藤さん、昭和56年に天竜がアメリカに行った時にミスター富士とミッドアトランティックのタッグの選手権を取って以来のひょっとするとタイトルということになりますよね。そうですね、日本で初めてですね。はい、十分に注目して、そして天竜の頑張りに期待したいと思います。リング上であります。風間さん、はい、この選手権今のところどうですか。いや、実に天竜君はね、控え室で引いたと同じように、うまく虎の爪を防ぎですね、実にうまいですね。まあ、天竜選手のですね、株がぐーんと上っているんですが、まずファイティングスピリッツ、レスリングテクニック、格闘技家としてのセンス、バックドロップ、大技天竜バックドロップ。若いケリーが立ち上がれるか、
今ひざまずいた天竜がコーナーポストに立ち上がる。天竜が大技いったフライングのボディーアタック、スワローラ監督惜しい、惜しいですね。放送席の佐藤さんが惜しいとうなずきました。いや惜しかったですね。ここで行かなきゃダメですね。ここで行かなきゃいけない。さあ一気に飛ばせ飛ばせ天竜、さすがに先輩の意地を見せます天竜であります。円陣入り、入りました、入りました。後頭部、若いケリーが倒れている、若いケリーが倒れて戦いの輪を場外に求めました天竜であります。佐藤さん、はい、この場外へ持ってったというのはどうですかね。あ、これはあれですね、右手を殺す作戦ですね。いやー、やはり黒を出させないように、そうですね、右手を殺そうという作戦、よく考えてまいりました天竜の攻撃。これはいいですね、冷静ですね。あの苦労さえ封じてしまえば俺のものだという天竜の攻撃、素晴らしいアイディアであります天竜であります。さあ大きなスパンを持つその右腕を殺しに行く、右腕を殺しに行きました天竜であります。さあタイトルが移動するか、タイトル移動性の可能性が出てまいりました。今の攻撃はいいですね。攻めはダメですね。この攻撃はいいですよね。いいです。さあタイガークローを出す、その右手を踏みつける、天竜が右手を踏みつけました。さあ踏みつけました天竜、一気呵成に攻めます天竜になります。風間さん、はいはい、このままですと十分に期待できますね。あ、天竜君のね、この作戦通りにこれ運んでますね。足を払いましたケリー・フォン・エリックチャンピオン、実に冷静にうまく組み立てて持っていってますね、はい、相手がまあ23歳若いケリーということで、今までのところは作戦が成功しています天竜であります。さあドリラーホールパイドライバーに入ります。しかし払いのけでショルダーする、しかしエプロンで止まりました、エプロンで止まった、エプロンで止まった、入った、あーっと行きました。まだまだケリーの右腕は大丈夫、ケリーの右手は大丈夫であります。エプロン越しにタイガークロー、虎の爪、虎の爪が入りました。レフリーブレッチしなきゃダメですねこれは。あーっと、しました。さあレフリーの上品が注意、後ろから円髄切り、後ろから円髄切り、若さを暴露しましたチャンピオン、若さを暴露しましたチャンピオンになります。しかし円髄切りを出した天竜もリングの外、さあこのチャンス田園さん、ものにしてもらいたいですね。ものにしなくちゃいかんですね、もう試合の流れは完全に天竜であります。しかしまた入りました虎の爪、タイガークローであります、タイガークローであります。さあエプロンで倒れている、そのまま両選手がもつれ合ってリングの外、両選手がもつれ合ってリングの外、しかしタイガークロー、タイガークローが決まっている、タイガークローが決まっている。佐藤さん、やはりこれは早くリングに戻りたいですよね。そうですね、早く戻らなきゃダメですね、タイガークローが決まっている。さあ青い鉄柱に乗っていく、青い鉄柱に乗っていく、選手上がらなきゃダメですね。しかしリングの中はケリーが早く帰ってきた、天竜どうした、天竜、天竜どうしました、戻らなきゃダメだ。今天竜がエプロンに立ち上がりました。そしてもう一回いった、鉄の爪、お父さん譲りのケリーのクロー攻撃、タイガークローと言います、タイガークロー、虎の爪が決まっている、またもやリングの外。さあどうでしょうか、こめかみに親指が入っている、こめかみに親指が食い込んでいます。さあどうでしょうか、レフリーの上位フジがカウントを続ける。さあ天竜、天竜、天竜、早くリングの中に戻らなければいけない。さあどうだ、さあどうだ、まだまだカウントが続いている、カウントが続いている、今入ってまいりました、今入ってまいりましたが、しかしここでゴングであります、ここでゴングでありますが、さあどういう判定が下ったでしょうか。いや、ケリーには底力があるね、これは。お聞きの通り14分23秒両選手カウントアウトということは、このタイトルはチャンピオンが引き分け防衛。佐藤さん、はい、惜しい引き分け防衛になりましたね。惜しいですね、あそこで手をですね攻めた時にもうちょっと攻めなきゃいけなかったところですね。あ、やはりあの試合の流れを自分のものにしたときには天竜一気呵成に攻めてもらいたかった感じがするんですが、そうですね、今までですね、かけてですね、みんなこう倒して抑えてるわけですよ。でも今日の場合天竜選手まだ動いてましたからね、やっぱりあの手をですね攻めたところは効いてたんですけどね。
ご覧の通り三菱ヘビー級の選手権は先ほど宮城テレビ放送の布川常務がこのベルトをチャンピオンのケリーに返しました。そのベルトを銅に巻いていますチャンピオンのケリー・ファン・エリックであります。まあこうなっています佐藤さん、はい、末恐ろしい選手が出たと言っていいですね。そうですね、3年後4年後5年後というのはこれは大変な選手なんじゃないですか。いや佐藤さん、来年はですね自分が世界チャンピオンになると言ってますよ。そうですね、もう来年目標を世界チャンピオンの座に置いています。リックフレアを破って NWA 世界チャンピオンのベルトは俺のものというふうに言っています。このケリー・ファン・エリックが今日本テレビトロフィーを手にいたしたところであります。本当に23歳、将来が末恐ろしいケリー・ファン・エリックはチャレンジャーの天竜を引き分け防衛で三菱ヘビー級の王座防衛に成功しています。これで日本、初遠征では石川を破りまた天竜に引き分けということで2回のタイトルマッチ防衛をしております。ケリー・ファン・エリックであります。